高永康ガはス、ジワ、アズサは新朝末期の軍人。高永康は、カナン少女を出身。1862年、ドロンガの軍に入り、ムトゥシャンに従って、先生省監縮省の年軍と海民放棄軍と戦い、先行によって副将に昇進した。1879年8月、ムトゥシャンが副讐将軍に就任すると、高永康の部隊は、 復讐の長戸放題に駐屯した。1884年、清仏戦争が勃発すると、アメデー・クールベ率いるフランス艦隊が、真の艦隊を素で破り、貧港に沿って投下した。高長安は、空の砦を設置して、フランス軍を上陸するように仕向け、砦を奪いに上陸したフランス軍を副兵を率いて、撃退した。 逃走する艦隊に砲撃を加え一石を撃沈した。この功績でバトルの称号を終え、復権創兵に昇進した。その後貧乏に機雷を設置して封鎖し、沿岸の防御を強化した。この結果フランス軍は再度の復権省への襲撃を諦めた。1895年、日清戦争で日本軍が宝庫諸島を占領すると、リブン先駆け率いる。 部隊1000人がアモイに侵攻したが、コウナガヤスは軍を率いて、これを壊滅させり分解を切った。1902年、北洋軍順防衛、務むところで、北洋新軍の訓練に当たることになったが、遠征外の指揮下に入ることを不服として、これを誇示した。代わりに、大名鎮僧兵となり、1905年には、復権水陸帝督に昇進した。 侵害革命の直前に勘を辞し、中華民国成立後は、故郷の少女に隠居した。1914年、白、明の放棄軍が少女を攻撃すると、防衛の指揮を取ったが、戦死した。ありがとうございます。